皆さんこんにちは。東山のポッドキャストプラナフォレストラジオナビゲーターの東山です。今日は2月の27日の土曜日、ヨーロッパ時間は間もなく午後1時になるところです。今日は乙女座の満月ですね。満月のテーマというのはいつも感謝と手放しなんですけれども、やっぱりね、普段自分の周りに当たり前にあるようなこと、人間関係だったりとか、こう物質的なものとかね、そばにいつもいてくれて支えてくれる存在であったり、そういった全てに感謝をして、そして内側の感情ですよね、自分に必要じゃない感情、そして物質的なもの、そういったものを少しずつ手放していくタイミングですね。で、満月とか新月の月の影響っていうのは、満月新月の前後3日間ずつなので、トータル6日間ぐらいですね、影響を受けると思うので、その6日間はちょっと意識してみていいんじゃないかなっていうふうに思います。さて、前回の放送で高知の存在ですよねとつながる瞑想方法、どういうふうに自分自身のハイヤーセルフとつながるかというようなことをお話ししたかったんですけども、なんかね、話の方向がちょっと違う方にずれてしまって、まあポッドキャストはあんまりこう台本とかね一切用意せずに、取り上げたいテーマ、話したいテーマについて自由に話しているカジュアルな場所なので、まあそういうこともあるかなっていうふうに思ってるんですけども、私が実践している練習方法、瞑想で少し高い次元、自分のハイヤーセルフにつながる方法をちょっとお話ししていきたいなっていうふうに思うんですけど、これもね、前回ご紹介した、前回かな前々回かな、ちょっと忘れちゃったんだけど、ご紹介したアルクトゥルス人から地球人へという本の中でも紹介されている方法で、私たちにとって一番こう潜在意識というか深い部分に入っていくのは、やっぱりね、呼吸を意識していくことが効果があるみたいなんですよね。で、ヨガを教えてるとやっぱり呼吸はね、すごく意識するポイントなんですけれども、ヨガのね、身体的な練習をする時の呼吸法、呼吸の仕方と、瞑想とかね、そういう静かな状態で座る時の呼吸っていうのは少し違ってくるんですよね。まあこれも人によると思うんですけども、練習中はやっぱりこう深くて長くてっていうコントロールされた意識的な呼吸をするんですけども、座って自分の内側に入っていく時っていうのは、なるべく、自然な呼吸をまずして、その呼吸をコントロールするっていうよりは、ただ見ていく、その呼吸の速さだったりとか、深さだったりね。で、そうするとだんだんこう心拍数が安定してきて、まあ、脈が安定するってことですよね。で、気がついたらもう呼吸に意識を一切払っていない、もう本当にこう浅いというか、こう静かな呼吸になってるんですよね。で、その時って心がやっぱり静まっている時、マインドの状態が安定して心が落ち着いている状態でもあるんですよね。で、そうなってきたら、吸う呼吸と吐く呼吸の間にできるブランクですよね、呼吸をしていない、自然と呼吸が止まっている、その空間に意識を向ける。私の場合は吐く呼吸と吸う呼吸の間にね、無呼吸の状態、意識的に止めてるんじゃなくて、体って必要に応じて呼吸入れたり吐いたりしますから、自然に任せていると、吐いてから次にこう吸う呼吸入れるまでに結構空く時があるんですよね。吸って吐くよりも吐いて吸っての方が意識しやすいというか、そこに目を向けやすいんですよね。で、アルクトゥルス人から宇宙人へ、宇宙人じゃないや、なんだっけ、地球人だアルクトゥルス人から地球人へという本の中で紹介されているのは、サナートクマラさんが
クマラさんって変だよね。サナーとクマラがおっしゃるにはね、こうその吸う呼吸と吐く呼吸の間に意識を向けて、でそこに意識が集中して、さらにこ気持ちが安定してきたら、今度は額の中央から少し吐いたところですよね、消化体のあたりですね、そこに意識を向けていく。消化体というのは第三の目ですよね。体内時計と言われているこう体内時計を調節するホルモンであるメラトニンを分泌するところでもあるんですよね。で、私たち人間にとって最も大切な器官であるのが消化体なんですね。ヨガでいうところの、アジュナチャクラですね。で、この部分というのはやっぱり下から1番目、そして喉元までの第5チャクラですね。第1チャクラが一番下だとすると喉のチャクラが第5チャクラになるわけですけれども、一番下のムラダラチャクラ、2番目のスバディスターナチャクラ、3番目のマニプラチャクラ、4番目のアナハタチャクラ、そして喉元のビシュッタチャクラっていうこの5つのチャクラが整ってくることによって五感が整うんですよね。五感が整うことによって、第六感っていうふうに言われているその消化体のある部分、アジュナチャクラのエネルギーがこうしっかりと使えるようになってくる。でそうなってくると少し上の、少し上っていうか、まあ高次元のエネルギー意識とつながることができますよっていうことなんですけども、でサナトクマラさんがおっしゃるには、今度はその消化体に意識を向けていって、そして今度はそこから胸からね、自分自身がつながりたい工事の存在に対して心の橋を架けるっていう風に表現されていたんですよね。で私の場合は心、ちょうどハートチャクラですよね、アナハタチャクラのところからこう橋をボンって宇宙の方に投げてっていうか、橋をこうつなげて、で自分自身の高次元の意識、ハイヤーセルフとつながるイメージをしている。そうするとかなり簡単に、クリアにメッセージが入ってくるんですよね。でこの間ちょっと試してみたんですよね。今までこう自分自身のハイヤーセルフ、まあ自分自身のハイヤーセルフっていう、のは結局自分の潜在意識だと思うんですけども、潜在意識に入っていくっていうのは瞑想状態に入ると経験していて、それが結局ハイヤーセルフとつながるっていうことだと理解しているんですけど、自分以外というか、まあ、結局全ての存在は自分自身が自分自身とつながった存在っていうワンネスの意識で言うと工事の存在、天使とか竜とかね、アセンデッドマスターとか、そういう宇宙人とか、そういう全ては源を一つにした自分のこう自分と同じ存在っていうふうに考えられるんですけども、まあここでは自分自身の潜在意識とつながること、自分の本質とつながることが自分の工事の存在であるハイヤーセルフとつながる。そしてちょっと別のっていうか、こう他の存在として認識されているこのサナートクマラさんだったりとか、あとアルクトゥルス人の意識であったりとか、あとはこう大天使ラファエルとかミカエルとかね、そういった天使と呼ばれる存在であったりとか、そういう自分とはまた別のこう人格っていうかね、キャラクターっていうか、そういうものを持っている工事の存在とつながるっていうイメージをこの間してみたんですよね。で今まであんまり試したことなかったんですけど、結構なんだろう、言葉としてっていうか視覚として入ってくる感じはあったんですよね。でもだからって言っていくつか前の放送でも言ったように、なんだっけ、ライトランゲージとか宇宙語でしたっけみたいな感じでピーパラパラヒーみたいな感じでは全くなくって、
あれは本当にどうやったらできるんだろうっていう風に思考で考えちゃってるから私できないのかなと思って。でもまあその宇宙語を喋ることは私できないですけどオンラインでの先生術のセッションの時とかはかなり正確に、まあ人によりますけど、セッションする相手によりますけども、人によってはかなり正確にメッセージが入ってくるようになってきましたね。先日セッションをした方がいて、その方はねバリに住んでいる方で、でホロスコープからもかなりメッセージは入ってきてたんですけども、途中からその彼女の講師の意識とつながったのか、結構映像とか、あと言葉ですよね、どんな幼少期で、その幼少期の頃にどういう気持ちを感じていたかっていう、その感情がすごい入ってきて、ああこの感情をちょっと強く持ってたら、まあその時期、まあ0歳から7歳っていうね、月の年齢期の時はきつかっただろうなみたいな。でもその時に感じていた、その方が感じていたしんどさとか、こう自分をどういうふうに扱っていいのかわからないというか、なぜならその子供の時って自分の世界ってやっぱり両親とか家庭が中心じゃないですか。でそこに自分自身の居場所がないと自分らしさをやっぱり出せないし、そうなってくると自分をね正しく評価することができないんですよね。なのでどうしても自分に対する評価を低くしてしまうっていうのがあるんですけども、彼女の場合はその時のまあ、0歳から7歳の月の年齢期の時の状態と、もうガラリと今の心の状態っていうか、そうですね、エネルギーっていうのが変わっていて、で、まあ、冥王星の位置とか、あとそうですね、土星の角度とかですよね。ここでまあ専門的なこと言ってもしょうがないのでちょっとあれですけども、そうですね、結構厳しめな天体である土星と破壊と再生っていう、こう極端さを、なんだろう、与えてくる冥王星っていう星が、角度的にね、月に対する角度が結構厳しめだったんですよね。だから人生の中で何回か大きな転換期を迎えているだろうなっていう風にっていうのがすごいはっきり見えたんですよね。でセッションをしながら、ああこういう感じかみたいな、かその天体の角度を見ていたらすごい情報が入ってきたんですよね、流れ込んできたんですよね。でその全てのこうメッセージというか、私の頭に入ってくる映像がもうすごい純粋なものだったんですよね。結構悲しみとか大変さっていう感じはあったんですけども、それをもう乗り越えていて、自分の人生の軌道をちゃんと自分で修正することができているから、その自分自身の過去に対してあまりこう執着がないっていうかね、だから見ていても全然しんどさとかは感じなかったんですけど、私自身が、そういうふうにクライアントの方とつながって、でいろいろ情報をねもらったりとか、でその情報とホロスコープの情報を総合的に見て、人生をより、ポジティブでリラックスして安心してね、こう楽しんでいけるか、そして自分のもともと持っている力っていうかね、才能とか、この人生において、今世において実現していきたいと思っているテーマに取り組んでいくために、どういうふうなこうサポート、まあ、カウンセリングみたいなエネルギーですよね、そういうサポートができるかっていうのを考えながらお話しするんですけども、そういうねことはすごくできるようになってきたんですよね。ただまあ宇宙語は喋れませんけどね、いつかその宇宙語っぽい波動が自分の中にこう入ってきたりすることがあったら、ぜひ YouTube とかでやってみようかなって思ってるので、お楽しみに。多分ないだろうけど。
はい。さて、もう明日、あさってからかは3月ですね。3月に入ってくるとまたこう世界全体のエネルギーがガラッと動きそうな感じがしますよね。そしてこのコロナウイルスの状況もね、だんだんこう落ち着いてきているような感じがするんですよね。まあ、ヨーロッパでも少しずつこうあんまりこう話題にならなくなってきたっていうか、まあ、ニュースとか見ればね話題にはされてるんだと思いますけども、テレビがなければそういえばそうだったねみたいな、そういう感じになってきている。なんとなく私が住んでるエリアは人がねみんなこう恐怖心とか不安っていうエネルギーが少し落ち着いて穏やかさを取り戻しつつあるかなっていう感じが肌感覚でね感じられます。皆さんの、地域ではどんな感じでしょうか。早いもので2021年に入ってもうね2月も終わりに差し掛かっていますけれども、皆さんはどうお過ごしでしょうか。私は、1月に日本ですごく楽しい日々を送って、そして2月の最初にねスペインに帰国したんですけれども、毎週皆さんと、木曜日と日曜日にねオンラインでヨガクラスをさせていただきながら、週に1本 YouTube 動画をアップして、まあ、YouTube 作るね作業をしたりとか、そしてこのポッドキャストの録音とかね、まあ、編集はこれしないんですけども、ただ音楽出すだけなのでね、そういうソーシャルメディア的な仕事をしつつ、まあそんなに忙しくはしていないんですけれども、一応、午前中はしっかりと仕事をして、そして4時ぐらい5時ぐらいまでこう家のこととか犬のこととか猫のこととかね、まあ家のことだよね、そういうことをして、それ以降はもうリラックスするっていう風に決めて、ずっとこうネットフリックスで韓国ドラマ見てるんですよね。なんか私がもう少し若い頃、20代前半の時にも冬のソナタっていうねすごい韓流ドラマブームのこう先駆けみたいなドラマがありましたよね。若い方多分そんな知らないと思いますけど、このねラジオとか私の YouTube チャンネルをご覧くださってる方っていうのは割と年齢層も私ぐらいかちょっと若いか少し先輩かぐらいだと思うので、皆さんご存知だと思うんですけども、その頃はなんで40代のね女性がそんなに韓国ドラマにハマるんだろうっていう風な、ね、理由が全くわからなかったんですけど、まあ20数年前ですから私もまだもう20代とかで、20数年前にもならないかちょっと覚えてないけど、まだね世界全体のエネルギーも地の時代バリバリっていう感じだったし、そもそも20代30代前半って忙しいですもんね。そんなドラマを 見て1時間2時間テレビの前で過ごすってあんまりできないっていうかね。で今私スペインに住んで、そんな毎日仕事してますけど、フリーランスだしこう拘束時間がねこう何時間ってあるわけじゃないので、こう夕方以降ゆっくりできるんですよね。でもう私はトッケビを見て婚湯の大ファンになったんですけど、でね初めこうすごい大きな韓国ドラマブーム最近の来た時って愛の不時着だったじゃないですか。知らないと全く分かんないと思うけど、でそれにハマって、でイテウォンクラスを見てさらにまたハマって、これデビットと一緒に見てましたからね、不時着とイテウォンクラスはね。で日本に帰った時にスペインのネットフリックスでは見れなかった日本のねネットフリックスでしかっていうか日本のネットフリックスで見れたトッケビをね、ステラちゃんのところに滞在中に寝る前に1話見たりとかしてたんですよ。ですっかり婚姻様にはまり、でどれだけ私が婚姻が好きかっていうと、私ホラー映画とかゾンビ映画とか全然ダメなんですよ。でも婚姻が主演しているという理由で
あの新幹線っていうなんかすごい韓国の、結構大ヒットしたゾンビ映画を見てしまうぐらいに好きなんですよね。でまあさすがにちょっと爆発するとか、こうなんか人がたくさん殺されるとか、特にあの戦争系の映画ですよね、そういうのがやっぱりダメなので、ゾンビ映画も結構厳しいので最後までは見れなかったんですけど、婚姻はねかっこいいですよねこんな話どうでもいいですよね。最初のなんか瞑想と高次元の存在とっていう話の後に、韓国ドラマってこの話の流れがちょっとおかしいんですけど、はい、皆さんのお好きな韓国ドラマがもしあれば、あとはこうお気に入りのね俳優さんとかがいればぜひ教えてほしいなっていうふうに思いますはい、今日も最後までお聞きくださってありがとうございました。また次の放送でお会いしましょう。東山でした。